フェルボイ・ソブリノス、黒です。白です。なんすかそれ。今日なんか黒いアイテムをたくさん見たいっていうかさ、はい、はい、用意していただいたんですけども、めちゃくちゃ多すぎてちょっと多すぎちゃったんで、これはまずいなと。でしかも、うん、結構あれですよね、狭めてっていうか絞って絞ってこの量じゃないですか今。似たようなものも実は向こう側に揃ってたりするから大変だよ、出すの。もう1日かかっちゃうよ、こんなのやってたら。本当に本当ですよね。時計だけでも相当な本数だし、サングラスだけでも黒って言ったらすっごい多いし、しかも靴もありますもんね。靴も出してないからね。出せてないし大変だよ黒なんて。なんでそんな黒に魅了されてるんですか、ってかされたんですか。黒は昔から好きは好きなんだよね。でもそれがいつからかって言われると、もう一番最初に買った黒いアイテムって何なんだろう。革ジャンかな、あデニムかな、何が最初でって分かんなくなっちゃったよね、うん、基本中の基本じゃないやっぱり、はい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 、で割と何と何を組み合わせてもうまくはまるじゃない。そうですね、うん、はい、であとほら派手なんだけど、はい、地味というかいい感じですよね、そのちょうどいいというか、ちょうどいい、そうね、攻撃的にも見えるしセクシーにも見えるし、メンズファッションの中でいうと黒を着るって本当は特別な時にしか着れない色なんだよね。だ例えば冠婚葬祭とかさ、ブラックスーツね、はい、まあ、結婚式とか、結婚式もそうだしお葬式の時とかは黒を着るっていう、だから本当はビジネスで黒を着るっていうのはあんまり良くないんだよね、うんうん、スーツの色はだからビジネスだったらグレーか紺か、はいはい、黒はだからあんまり着るのは良くない、うんうん、とされてるけどね、はいはい、うん、せっかくなのでご用意していただいたので春夏に着れる黒アイテムとか、うんうん、でも春夏秋冬って言われてもさ、結局ライダースなんて年がら年中着てるしさ、エンメティのライダースだってさ、フィクサーのライダースだってさ、はい、たまに真夏着てますよね。夏も着てる、うん、全然持ってるからね。ちょっと早すぎたとかって言いますもんね。革はもう年がら年中だと思ってるから、もう全然、うん、だからもう季節関係ないよね、はいはい、今これ何、今日収録の時1月これ今1月です、ね、だけど俺なぜか T シャツだし、確かに概念がないんだよね、その季節っていう。ただこういうさ、あのムーレーのヘルシンキみたいな、これはもう夏着れないからさすがに、これはもうシーズンものだよね。で革物はでも夏でも着ちゃうからな俺。革物今思えばこれ3つあるんですね。3つタイプ別になってるんですね。これそうだね、ライダース2着と、はい、ジャケットですかこれ。これはジャケット。へ、うん、でこれシングル、シングルのそれをエンメティの赤ってやつだね。普通に着るんだったら T シャツでも、まあ、T シャツは鉄板ですよね、通年で着れるっていう。そうだ T シャツとかシャツとかは、シャツあるよ、アルコディアの。ああそうなんですね。あもう一枚フィクサーのシャツを持ってるけど、はいはいはい、これどっちもよく着てるけど、まあ、まあね難しいね。黒シャツかっこいいですよねやっぱ、うん、なんか黒シャツをこう着こなしたいなってたまに思いますね、うん、悪そうにも見えるしセクシーにも見えるし、うん、そうだね、派手になるよね黒いシャツってね、かっこいいけど、うん、でもだから俺はオールブラックで着ちゃうことが多いのかな多分。こういうね、これオールブラックだけど、ああそう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 、こういうの黒いシャツに、はい、ブラッドピットとかさ、あそうですね、なんか本当にパーティーの時とかさ、はい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 、黒いジャケットとか黒いスーツに黒いシャツ、はいはい、トム・クルーズとかもよくやるんですよ。ハリウッドセレブたちが割と 黒シャツうまく着てるよね、かっこよく。ファッション業界の人とかだとやる人いるけど、クラシック好きな人はあんまり着ないかな黒シャツ。どっちかというとモードっぽい感じですか、ね、ちょっとモダンな感じが好きとか、ハリウッドスタイルが好きな人は割と黒いシャツ着るかもしれないね、はいはいはい、だけどこの業界でもほらクラシック好きっていう人はね、うん、黒はナンセンスと思ってる人いっぱいいるからさ、なんか俺は全然そんなことなくて空気ちゃうんだけど。でも確かにクラシックアイテムって星場さんの中で持ってますか、うん、こういう黒で時計とか。あ靴もほとんど黒だよ俺。男の人の軸はやっぱり靴だとかベルトだとかバッグだとかっていうのは軸になってくるから、そこが黒になってくるとあんまりブレなくなるのかな、うん、時計もね。逆に言うと黒まだ試してでない方はどれから黒入ったらいいんですかね、うん、でも入りやすいのは簡単なのは T シャツとかなんじゃないの。 T シャツですかね、うん、まあ、本当に黒のアイテム持ってませんって人がいるとしたら、うん、まあ、T シャツ買いました、うん、ってなったら何にでも合わせられますもんね。何にでも合わせられるけど黒は無彩色じゃない。無彩色と有彩色ってあって、はい、無彩色のことをモノトーンっていう言い方するんだけど、うん、だからモノトーンのものと合わせてるとかっこいいよね。だから白か
白か黒で、白デニムまあいいんだけど、ね、あれもハイシーズンだけじゃん履けるの。確かに夏だから、ね、だから普通に履くんだったらこういうブラックデニムなのかな。逆に言ったらブラックデニムの方がいいんですかね。どっちもそんな高いものじゃないし、だってクロスクローゼットの T シャツだってこれだって7000円ぐらいでしょ、ね、新しい V ネックのやつだけど、はいはい、これ持っててもいいと思うし、はい、こういうフィクサーのね、このさ逆のパターンもあるからね。だってあそうだこれも嫌だっていう人はもうここも黒でっていう人もいるし、逆にこれでも柄が入ってるのや、柄っていうかプリント入ってるの嫌だなっていう人は、逆に入ってないあポケティー、ポケティーでなんか後ろのここにフィクサーって書いてあるのもあるし、あそういうのあったんですね。そうライダースからちょうど見えるとかさ、あー T シャツから入るのはいいんじゃないの、なんか安いし。まずは T シャツ、 T シャツ一番安いものでいくと ね、 T シャツですね。だってデニムだってこれマインデニム3万円するかしない、はい、3万円ぐらいですか、うん、誰がいるかね、ちょっとあそこにいるんですけど ね、 ね、でもうちょっとお金出してもいいなと思ったらニット買うとか、はいはいはい、トレンタセッタンタのニット買うとか、はいはい、なんかその知ったのも何ですか。それもトレンタセッタンタ、トレンタセッタンタこれもさ全部厚さが違うんだよね、はいはい、これウノピューノで下がロンバルトなんだっけ、あーあのウンベルトローザーニかな、ニットだけど全部厚さが違うというか、っていうと厚さが違うじゃないですか、この先にもいるってことですよね。黒のアイテムいるよいるよこれはほら全部丸首で今日持ってきたけど、あ本当だそうだ、 V ネックのパターンもあるし、ヘンリーもあるし、当然あのミリタリーニットみたいなやつもあるし、とんでもないよね。確かに黒だけでほとんどのアイテム持ってるんじゃないかなと思うから。ないのってあります黒で。いや全部持ってるんじゃない。リップぐらい。リップないね。どっかリップ作れないですかね黒でリップはね、そうだね、リップ作ってもいいかもしれない。やっぱりちょっと立体感を見せていくのがかっこいいんじゃないのっていうと、サイズ感とか素材感、違う素材感だから、スウェットとデニムとスウェードととか、はい、レザーとコットンとスウェードとか、はいはい、同じ黒なんだけど素材がニットとコットンでは全然違うし、はいはい、スウェードと普通の表側だとまた全然違うから、確かにいろんな黒を使うことによって黒が立体的な表情に見えるんでね。例えばここにレザーが入ってコットンじゃない、でこういうメタルが入るじゃない、でここに革が入るじゃない、だいぶ立体的です、ね、だいぶ立体的になるじゃない、はい、イメージするだけで。同じ素材だと多分なんか立体感生まれないから、いろんな素材を使って黒を着こなしてたりすると、わあこの人プロだなとか思うよね。あ、うん、よくわかってるな、みたいな。勉強になります。いやいやだからこのパターンで言ってだ全部使ってるじゃん素材いろんな。でここにあとプラス革のバングルとか、バングルとか時計でもいいと思うし、まあ、全然違うこういうちょっとラバーみたいなの入れてもいいかもしれないし、全然ほらちょっとこれするだけで全然雰囲気変わるじゃない。だって確かにそうするとまたそこで一つ素材が増えるんだよね。やっぱりそうかっていうと、うん、これからまあ軽装になるじゃないですか、うんうんうん、って言ったらそういった形で、うん、ちょっとこう素材違いとかで黒を楽しんでみるというか、うん、そうだね。とかあとは軽装になればなるほどアクセサリーとか腕時計みたいなものっていうことがすごくあの見えてきちゃうから、はいはいはい、半袖になるとどうしてもこういうところがね確かに見えてくるから、こういうところでなんかいい腕時計とか自分が気に入ってるものとかしてたりすると、うん、なんか締まっていくんじゃないのかな。なんかシルバージュエリーとかもあるじゃないですか、あれもブラックシルバーみたいな、うん、まあ今してるのそうじゃん、フィクサーの指輪だってそれもともと真っ黒でしょ。だって真っ黒、はい、だけどどんどん落ちてってそういう風になるからね、はい、黒はやっぱり立体感だね。あとサイズと立体感が肝みたいなもんですね、うん、まあサイズとそうね、あと素材なのかな。なんかすごいね、難しいよね。確かにこの素材をこうやって見るとやっぱり、うん、おっしゃることが分かったと思って今、うん、すごいなっていう。その立体感って言われてもイメージが、うん、真面目な話をすればね、はいはい、うん、じゃあ不真面目な話すると、不真面目な話するとやっぱりこういう縄跳び入れるとかさなんで俺ここに縄跳び持ってるのか分かんないけど、不意に振ったら不意に出てくるんですね。いやいやいや一応ねだいぶ不真面目、真面目なように見えて不真面目な。いやいや黒それどうやって使うんですか。いやこれ普通にここで、まあ、持ってで、いやそれだからナウシカじゃないですか。オウム来ちゃいます。これをやりたかっただけなんで、まあ黒特集だけでも、はい、まあ、何回かできるし、もうこれもうキリがないから。確かにキリない、ね、T シャツですとかね、はい、シャツです、うんうん、ニットですって言われると、あじゃあニットねって言うので、ニットボーンとかって話はできるから ね、はいはい、今日は黒を大枠でちょっと語るみたいなことなのかもしれないけど、はい、まあ、黒好きすぎるからな。
でもなんかこういうのが見えただけでもすごい良かったです。あ、本当？はい、ちょっとだってこのなんか取り入れ方って、うん、全部真っ黒っていうパターンもかっこいいんだけど、でもそこで大事なのがやっぱサイズ感と、うん、今またさらに太いパンツが流行ってたり、太いトね大きいトップスが流行ってたりするから、その辺のサイズ感もすごい大事だろうし、うん、あと春夏になった時に全身真っ黒だったりすると重とか熱とかになるじゃない？あ、確かに。それも難しいところでね。そういう時やっぱそういうプリントが1個入ってるだけでちょっとスポーティーになったりとかするかもしれないしね、うん、もしかしたら足首を見せることなのかもしれないし、ああそうか、そういったところのサイズ感っていうのも入ってるんですね。入ってくるよね。難しいよ。ダメージがあって少し見えてるとか、うん、結局さ、黒って色を使ってないじゃん。ファッションってさ、色と素材とデザインとシルエットと、まあ、あと着こなしとっていうことでいろんな要素があるわけですよ、はい、でそのうちの色はもう排除してるんだよね。要するに黒っていうので決めちゃったじゃん全部、はい、だからもう色合わせ考えなくていいんですよ。ああ、そういうことか。その分目が行くのは素材だったりシルエットだったりデザインだったりするんだよね。あ、だからその1個悩みがなくなるっていう意味な、時短ってことですよね。時短にもなるし、そこに茶色だったりネイビーだったりすると、あ、これとこれと合わせっていう、そこを考えなきゃいけなくなる。それがまずさ、そぎ落としちゃったじゃん、はいはいはい、切っちゃったから、あと他のところに目行くよね、うん、当然素材だったりデザインだったり、はい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 、なんかある意味潔い感じはするけどね。でもともすると、だからそのすっごい超悪いそうに見えたりとかさ、ダサくもなるし、黒ってめちゃくちゃかっこよくなるし、スーパー王道でもいけるし、まあ、どうとでも取れるから、本当はだから黒をすごくかっこよく着てる人っていうのはすごいセンスいいんじゃないかなと思うけどね。センスの見せ所だよね、それ黒ね、うん、のような気がするね、はいはい、まあでも一番本当はかっこよく着れなくちゃいけないのは、実はかっこよく着れなくちゃいけないというか、これがかっこよく着れたらまず男の人だったら上がりだろうっていうアイテムがあるのね。この中に。あ、そうなんですか、うん、さあどれでしょう。それを着れたらいいんですよね。それを着れたら、あ、まあ、でもまあ、でもまあ星葉さんよく言ってたのは T シャツですよね。まあ、T シャツ、まあ、うん、T シャツ、うん、まあでもシャツ、でもライダーズとかはちょっと違うのかなと思うんで、うん、T シャツにしようかな。 T シャツ、はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ブーですね。オーディエンス使えばよかった。これですね。ジャケット、あ、タキシード、タキシード、うわ、まあ、実はこの隠れてるからよく分かんないんだけど、隠れてた。タキシードも本当かっこよく着れるようになったら、もう男としてはかっこいいんじゃないかな。これと対極にあるのがそれこそこういう T シャツだと思うね、まあ、こういうことで、ね、T シャツデニムかタキシードか、まあ、両方着れたらかっこいいじゃん。かっこいい、ね、これはこれでさ、もうルールだから、約束事みたいな、はいはいはい、こっちはもう自由な方だから、極論だよね、まあ、どっちも着れたらかっこいいんだけどね。まあこんなところに隠れてると思わないんだけどさ、全く思ってなかったです、まあ、いっぱいありすぎて。じゃあ次回はまたなんかそういう黒の中でもさらにこれっていうのを言ってもらえたら、それだけをちょっと集めます。逆にあの何がいいかちょっとお聞きしたいですね。黒特集って言われてブワッて持ってくるとブワッて大変なことになっちゃうんで、吉田さんのどんな黒アイテム見たいかとか、あ、いっぱいありますんで。いっぱいあります、うん、唯一見せることはできないアイテムは下着だけど、それはね見せられないですけど。見せられないですか、うん、まだ未だかつて俺の下着姿って見せたことないから。あ、どこでもないんですね。一回もないね。あ、すごい、そうなんですね、うん、まあそもそも履いてないんだけど。やっぱそうか、やっぱり履いてなかった、ね、道理で、はい、ということでお後がよろしいようで。ということで、まあ、次回、まあ、もしそういう黒いアイテムがあるときは、はい、黒の深掘りでどのアイテムっていうのがもし、あの、そうですね、もし見たい方がいらっしゃったら、はい、それにメガネとか、そう、ね、何でもありますね、何でもサングラスでも言及していくんで、ぜひあのコメント欄にコメントいただければと思います。そしてもちろんあの企画もね、あの募集してますんで、なんかファッションのお悩み、ファッションだけじゃなくてもいいんですけどね、コメント欄にいただけたらと思います。そうですね、こんな特集やってほしいとか、はい、ロケここに行ってほしいとかね、こういうの聞きたいとか、こういうと、はい、でぜひ YouTube 登録をしていただいて、あれ俺手が折れてんのかなこれ、なんで違う、こういうの2人でこんなことやってたらワイパーみたいになって。なんか最後宣伝ないの、自分の宣伝ですか。最近なんかあのスウェット作ってますとか、ふりかけ作りましたとか。あ、そうです、調味料、あの
細々と調味料を実は作ってまして、インスタグラムもやってるんでしょ。インスタグラムもやってます。インスタグラムやってます、ね、なんていうインスタグラム。 F アンダーバーチョッキっていう名前でやってますので、ぜひフォローしてくださいということで、また皆さんお会いしましょう。よろしくお願いします。ということで今日は、はいはい、今日はズバリ、うん、最近おすすめのバッグを聞いた。エスマーノってあの西口さんがやってるんですよ、はいはいはい、のバックパック。本当でも、ね、すっごい軽いんだよ。いい革なんだよね、すごい。あとはこれ姿勢、はいはい、めちゃくちゃ売れてるみたいで、ね、やっぱ目玉はこれかな。やっぱりベリーウマーバ言いたいだけじゃないですかもう